豚の生姜焼きを作ります。生姜焼き用のスライスした豚ですね。それを5枚ほど、240グラムぐらいあります。これを食べやすいようにまず半分に切ります。1枚で焼いて、後で切ってもいいですけど、先に切った方が盛り付けもしやすいので、まあ3つぐらいに切りますけど、今日はもう2つに切ります。切りましたら、醤油が1、大さじ1杯ですね。お酒が大さじ1杯、みりんが大さじ1杯、その中に生姜を、まずすりおろし生姜を大さじ1杯ほど入れます。で、この中に1枚ずつ漬け込むように、絡めるように漬け込んでいきます。こうして漬け込んだら、10分から30分ほど置いた方がいいと思います。このまま20分ほど置きます。20分経ちましたので、豚肉を焼いていきます。まずフライパンに、オリーブオイルを大さじ1杯程度。火に火をつける前に肉を並べます。火をつけます。中火でいきます。少し焦げ目がついてきたら、このようにタレを少しかけます。
裏表に少し焦げ目がついたら出来上がりです。火を止めて盛り付けます。これで、あとピーマンやえのきやし、しいたけやエリンギとかそういうのをちょっと炒めて、塩コショウをしたら出来上がりです。この焦げ目のついたフライパンには水を少し入れておいたら、あと綺麗に取れます。あと洗うのが楽です。で、残りました豚肉はこのまま容器に入れて保存すれば 2、3 日はこのまま焼けますので、翌日のお弁当とかにも便利です。